はいどうも皆さんこんにちは、ベルツァスです。だけどとめかくらやっていきましょう。第6章の配布というか追加が先日行われまして、僕もちょっと遅ればせながら6章、一通りクリアはしました。で、6章全体的にやってみた感想としては、戦闘が増えたかなっていうイメージがありますね。トラップマスがちょっと減って、ザンビとの戦闘が多くなっているなーっていう風な感じで僕は思いましたね。それとあと宝箱の出現ですね、がちょっと多くなったっていう修正が入ったのかな。まあ、6章しかやってないので、その6章が追加されてからまだ、1,2,3,4,5 でシークレットじゃねえや、コレクションアイテムを回るっていうことまだやっていないので、まあ、そこまでなんですけども、でまあメンテナンス終了で第6章の追加をできますよっていうので、調整した内容として、メイン探索第1章から5章の各ステージで獲得できる各種トレジャーボックスの出現アイテムについて1かけのアイテムを追加、コイン、探索メドレー、ノマゾーンでも出現するようになりました。スタミナドリンク S、 デンジャーゾーンのトレジャーボックスで出現しますというような感じであるので、まあ上級アイテムの追加に合わせて全体的な出現確率と個数を調整というふうな感じなので、まあ増えたのかなと思います。1試合というか1回につき4個とか僕1回あったんですよね、デンジャー入らずに。多分それぐらい結構もらえてるのかなっていうイメージもありますし、まあデンジャーに入ったら入った分だけまた増えてるとかありますね。デンジャーはもう基本的に戦いばっかだったので、でこれに応じてですね、簡易探索チケットが、まあ、2枚だったり1枚だったりっていうのに変更がありましたよっていう風な、集めづらくなったみたいな感じで巷では言われていますけど、逆に今までが集まりすぎたんですよね結構ね、まあ、確かに簡易探索チケットは重要だっていう話は僕もイベントの動画でかなりしてはいると思うんですけど、壊れるほどゲームバランスが壊れるほど重要になってきているんですよ。それだったらまあ出にくくするっていうか、まあなんて言うんだろう、こういう風な状況にするっていうのはまあいい方なのかなと思って、おかしいんですよおかしいというか、まあ以前そのなんだろう、ゲーム内のスコアに応じてそのイベントポイントをゲットできるっていうゲームがあった時に、そのグリッチというか裏技というか、そういうので無限にポイントが稼げるようなエンドレス的な意味が出てしまう時があって、もうそれは即修正が入ったんで、まあ、おそらくそれに近い形になるのかなと思って、だから運営側も運営側で必要以上に簡易探索チケットを持ってほしくないんでしょうねっていう風なイメージだと思います。まあそれだったら課金してゲットしてよっていう風な感じで前回みたいに出てると思います。まあ、それでいいと思いますけどね、結局ね。本音と建前っていう言葉があるんですけど、この話したらちょっと長くなるから、まあなんだ、軽くで終わらせちゃうんですけど、建前上は皆さんに楽しんでもらいたい、ゲームを楽しんでもらいたいっていう方向性でやってるんですけど、本音としてはお金儲けじゃないですか、言ってしまうと。まあ僕たちも実際お金儲けで仕事したりだとかなんかしたりとかあるじゃないですか。僕も実際仕事やるときに建前としては会社を大きくしたいとか自分のスキルを上げたいですって言ってるけど、本音はお金が欲しい、お金がないとやんないっていう風な感じじゃないですか。それが実際あるので、どの業界でも実際これもそうだなと思っています。ということで、まあ一回ここをちょうどここやってみますか。デンジャーゾーンちょうどあるので、とりあえずやっていきましょう。まあ結構なんか面白い形になったよね。親密度キャンペーンのこともあってか、すごいそのザンビと戦う回数が増えたなっていうイメージが強いです。まあそこまで前回の親密度の動画でも出したと思うんですけど、そこまでね、体感ね、増えてる気はあんまりしないんですよ、1.5 倍でも増えてる気はしないけど、まあ確かに第6章全部クリアした段階ではまあ増えたなぁと思いますよ。もちろんメーター見る限り、ああなんか増えたなぁと思いますけど、言うてそこまで増えたかどうかって言われたらそうでもないかなっていうイメージはありますね。あとは第6章は経験値的にはそんなか、そんなで、で周回にもそこまで向いてはいないので、まあなんか簡易探索チケットが集めづらくなったっていうのはありますけど、簡易探索を集めるんだったら5章の最初の方の1,2,3とかだったら結構集めやすいので、
そっち回った方がいいのかなっていうイメージはあります。今回の第6章、あ、ストーリーの話は若干しますけど、なんて言ったらいいのかな、多分これね、俺が悪いんだと思うんだけど、渡辺美里亜ちゃん演じる桜鈴音ちゃんが、僕メインキャラとして使ってるじゃないですか、これ今でも編成にも入ってますし、もう初期の頃からずーっと桜鈴音ちゃんを俺は編成してプレイしているんですけど、メンバーストーリーで桜鈴音ちゃん、まあ清水がね40かな、確か40前後あるので、まあ、結構見れてるんですよ。結構見れてて、彼女がどういう風に乙女神楽団、フリージア乙女神楽団になんか参加したかみたいなストーリーも若干触れられてるんですよ。もうその時点でこれ第6章の全体を読む前に第6章の大体のあらすじをもうメンバーストーリーで分かっちゃうっていうネタバレをね、もう食らっちゃったわけですよ。ネタバレを食らったわけなんで、ちょっとね、ちょっとね、うーんっていう気持ちが大きくて、なんかもうちょっとねでかくしてほしかったね。やるんだったらもうちょっと歯応えのあるショーにするか、ぶっちゃけあのレベルでしか物語が進まないのであれば、もうちょっとスパン短くしてたくさん賞出していってもいい気がしますけどね。俺はあの感じ見ると20章ぐらいまで続く気がする。俺は多分次また復帰できてないメンバーいるんですよ。坂口珠美ちゃんだったりだとか、誰かいたっけな、中村玲乃ちゃん演じる子だったりとか、あと鈴木あねちゃん演じる子だったりとか、あと乃木坂以外のメンバーが3人、上杉沙和ちゃんだったり、久保田ちゃんの八重山中莉子ちゃんとかが、まあ、出てきていないんですよ。あれ 一生一人ペースで出てきたらさすがにきつい。まあ桜鈴音ちゃんの立ち位置がその一人だっていうのもあったんですけど、あと糸リレちゃん演じる一条ちゃんとかね、それでその一塊を復活っていうことで考えると、あとね6勝ぐらいは多分それでいくんじゃないのかなって俺は勝手に思ってるんですよ。それだったらね、もうちょっとね区切ってもよかったんじゃないのかな。まあ、確かにストーリー性のあるゲームが衰退していく理由って、なかなか次のやつが出てこないっていうのが理由の絶対的なことであるんですけど、そこもなーちょっと難しい感じはしますけどね。もうちょっと早く出して、ワンイベント終わったら賞出して、またイベント終わったら賞出しての方が多分いいと思います。これに関しては物語、多分もう物語そのものは完結まで、シナリオはあると思うんですけどスーって感じがするんですよね。さすがにもうちょいなんか欲しい。俺はもうちょいねっていう風な感じですね。ということで、今回コレクションアイテムなんかちょっと変わったというか、あれだね、なんか面白いね、雑誌みたいな感じになってますね。雑誌だね。ザンビが出てきた時に出てきた雑誌みたいな感じですかね。まあ、新聞でもよくありますからね、なんかパンデミック発生みたいな感じでね、なんか映画とかドラマとかそういう風な、こういう系のね、ゾンビ系のもの、バイオハザードだったりウォーキングデッドだったりとか、最初の被害が出て1週間か、まあ、3日ぐらいかな、はなんかこういう特集が組まれてるなんか雑誌とか新聞が出るっていうのはありますよね。タイムスリップものとかでもよく新聞見て、あ、これはみたいな感じでもありますし、そんな感じかな。第6章の感想としてはそんな感じですね。まあなんかもうちょっとスパン早めてもいいかな、この速度だったら、ストーリーの進む速度だったら。あとメンバーストーリーをね、この物語と関係ないようにしてほしいね。せめて、もう手遅れだけど。もう分かっちゃうんだよ。この桜鈴音ちゃんのメンバーストーリーの一番最初でさ、もう第6章、ある程度の人が終わった体でも話してしまうんですけど、最初に乙女神楽で元に戻った時に、なんで戻したのって、俺もうその時に知っちゃってるんだよ。もう
そこら辺ちょっとなんか緩すぎないか、もうちょっとなんかやっててよかった気がするけどね。はい、以上となります。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。